石立哲夫さん。70年代のホームドラマ、前世紀に、一躍大ブレイクした俳優さんですが、愛嬌のあるコミカルな演技とは裏腹に、その実像は破天荒極まりなかったのだとか。しかし、あれだけの人気者だったのに、ある時から姿をお見かけしなくなりました。なぜなのか気になったので、調べてみることにしました。石立哲夫さんは本名で、1942年、横須賀で生まれ、養鶏業を営む両親と、男兄弟5人の四男として育ち、中学、高校ともに男子校だったとか。役者を目指したきっかけは、冷やかしで俳優座養成所を受験して、まさかの合格してしまった上に、合格発表の場に来ていた、女優の佐藤織江さんに、一目惚れしたことがきっかけとなって、入所したことがそもそもでした。1963年ドラマ、愛の系譜でデビューして、3作目のドラマ、夏で初共演した、女優の吉村実子さんに、一目惚れしたのはいいのですが、打ち合わせに現れた石立さんの姿ときたら、ヨレヨレの T シャツに短パン、ビーチサンダルというだらしなさ。さすがに、吉村実子さんも、ドン引きしたそうなのですが、本読みが始まった瞬間、その才能に魅せられたのだそうです。石立さんの猛アタックの末、1968年に二人は結婚したのですが、やっぱり一筋縄ではいかなかったようです。お姉さんがあの吉村麻里さんで、今村翔平監督に直々にスカウトされ、映画「豚と軍艦日本昆虫記」、新藤監督の「鬼婆婆」にも出演して、すでに日本映画に欠かせない存在だった吉村実子さん。一方、文学座に在籍するも、年間20本以上の映画出演しても、7万円足らずの収入しかない、石立哲夫さん。身の程知らずというか、絶体絶命の事件を起こしてしまったのです。結婚準備にコツコツと、家財道具を揃えていた二人ですが、ある日、あるはずの冷蔵庫や家具が、すべて消え去っていたのです。なぜこんなことになったのかというと、なんと、石立さんがギャンブルの、借金を返済するために、家財道具をすべて売り払ったという、ダメ男ぶりを、遺憾なく発揮したから、事情を知った吉村さんは、激おこでアパートを飛び出して、その後、音信不通になる始末。1年後、共通の友人の助けもあって、復縁して事なきを得たのですが、後で話しますが、こんなことはほんの序章。石立哲夫さん、1970年に文学座を退団するや、岡崎由紀さん主演の、奥様は18歳に出演。初のコメディでの大成功によって、翌年、ドラマ、お控え遊ばせでは、主役を演じ、一躍大ブレイク。当時の人気調査が驚いたことに、石坂浩二さんに次ぐ2位だったのです。さらに驚くのは、石立さんの髪型。当時、珍しいロン毛というだけでなく、最終的にはアフロになって、流行の最先端だったとはいえ、ついに一度見たら忘れない風貌が完成。ブレイク後も、気になる嫁さん。パパと呼ばないで、雑居時代。水森康介、気まぐれ天使。気まぐれ本格派など、次々に主演。お茶の間に欠かせない存在になって、世間からはこう呼ばれることに。水曜夜8時の男。彼自体がホームコメディードラマの、全盛期の象徴といっても、過言ではありませんでした。しかし、2.5 枚目で、どこか憎みきれない。親しみやすいイメージとは裏腹に。聞くところによると、実際の姿は全く違ったものでした。石立哲夫さん。現場では常に気難しくて、とっつきにくかった上に、とんでもない遅刻癖があっただけでなく、完全に撮影をすっぽかしたり、ずり休みしてギャンブルしていたり、好き放題していたんだとか。
誰に聞いてもいい話など、一つもないほど煙たがられる存在に。しかし、そんな舐めた真似が、通用しない相手が一人いたそうです。その人とは、藤達也さん。ドラマ、湘南物語の撮影現場でも、遅刻がひどかった石立さんに、堪忍袋の緒が切れてお仕置きしたという、湘南、大田事件は有名ですね。しかし、噂では芸能界最強と言われ、その筋の方にも恐れられた。石立さんをボコったんですから。さすが、愛のコリーダのタッサン。肝が据わってますね。一方、ダメ人間の代表のような石立さん。私生活でも結婚後は、二人の息子さんを授かって、公私ともに幸せの絶頂だったのもつかの間。次男が生まれた頃には、自宅にはほぼ帰っておらず、突如、理由もなく、1978年の正月に家を出て戻ってこず、妻と再会したのが、なんと21年後の、離婚届に判を押す時だったらしく、しかも、その間、我が子とも、たった2回しか会わなかったそうです。子供といえば、あの子役とのエピソードはご存知でしょうか。その子役とは、パパと呼ばないで、で共演した、天才子役だった杉田香織さん。おい、チーボー。というあの独特の声での名台詞は、それだけで懐かしいものがありますが、当時、杉田さんは石立さんから、パパと呼ぶんじゃない。本番以外は、石立さんと呼びなさい。子供でも役者として、1対1で勝負しているんだから、撮影所に入ったら、プロ意識を持ってやりなさい。と、一切、子供扱いなしで。しかも、ドラマのイメージを守るため、ドラマ以外の仕事はしないようにと、言われたのだそうです。ドラマ初出演の杉田さんは嫌がおうにも、プロ意識を叩き込まれたというわけです。また、こんなことも、30歳になり仕事が激減してしまった、杉田香織さん。役者としての限界を感じていたとき、突然、石立さんから、今度、バラエティ番組に出るんだけど、一人で喋るのは心細いから、一緒に出てくれないか？これからの時代はいろいろできなきゃダメなんだよ、と連絡を受けたそうです。実は、これには裏話があって、石立さんは、このオファーがあったとき、僕一人だとちょっと、でも、杉田香織と一緒ならいいですよ、と、裏で手を回していたのが、踊る、さんま御殿、スペシャル石立哲夫。もちろん、さんまさんが上手に、杉田さんをいじったのもありますが、おかげで杉田さんは大ブレイク。杉田さんは涙ながらに、本当に仕事がない時に心配してくれて、声をかけてくれたことがすごく嬉しかった。そう語っていました。さらに深い話があって、ワイドショーで杉田さんが、猛烈なバッシングに遭った時も、あの子がどれだけ苦労して、妹さんを大学まで出して、複雑な家庭で頑張ってきたか、そういうことを知りもしないで、そう杉田さんをかばったのは、他でもない石立哲夫さんでした。ある時は、通販の仕事まで、紹介してくれたとも言います。杉田さんが言うには、石立さんはピュアすぎて、誤解を招きやすい人だったそうです。余談ですが、前世紀には10億ほどは稼いだのに、全部、博打で亡くなったそうです。らしいといえばそこまでですが、普通の家庭は無理だったでしょうね。離婚後は静岡県熱海市へ移住し、女性と一緒に暮らして、大好きな麻雀店を経営してましたが、2007年6月1日、急性動脈瘤、破裂により、残念ながらこの世を去っています。幸い、二人の息子さんには、見送ってもらうことができたようです。いろんな一面を持っていたというか、本当に、自由人として人生を全うされた石立哲夫さん。
敬愛してやまなかった渥美清さん同様、自身もプライベートを一切明かしませんでした。少女に何が起こったかでの名台詞、薄汚ねえシンデレラと罵るシリアスなヒール役まで幅広く楽しませてくれた大好きな俳優さんでした。ご冥福をお祈りいたします。